どうも皆さんこんにちは。以前の動画で RTX4060 を紹介して早9ヶ月。皆さんいかがお過ごしでしょうか？皆さんには全く関係ないだろ。いやあマリサ、今や AI の時代だよ。いやいきなりすぎない。いきなりも何も今や YouTube で紹介してないのはこのチャンネルぐらいだからね。そんなことはないだろ。まあご視聴中の皆さんもちょっとは AI を使ったサービスなどを触ったことぐらいはある気がするんだけど、今回は GeForce RTX シリーズのグラボを搭載した PC で使える AI 機能を紹介していこうと思うんです。ほう、そんな AI 機能があるわけね。GeForce RTX シリーズのグラボを搭載した PC は、AI の処理能力が高いんです。そんなパソコンを RTX AI PC って呼ぶみたいだけど、まあ覚えにくかったら霊夢のテクノロジーと AI が組み合わさったパソコンって考えれば覚えやすいかもね。さらっと嘘ついてんじゃねえよ。ゲーミングパソコンとして最新のグラボを使ってる人も多いと思うし、クリエイティブ系のソフトを使うために高性能なグラボを使ってる人も多いと思うから、そんな人には結構使える機能もあったりするよ。もしかしたら活用することで劇的に便利になるものもあったりするかもだからね。ってなわけで、早速 RTX AI PC で使用できるそれぞれの機能について紹介するよ。それぞれってことはいくつかあるわけだよな。そう、ゲームをするときに使う機能や、話題の画像生成、配信ソフトでの AI 機能、チャットで AI と対話する機能、動画編集などのソフトで使える機能などなどたくさんあるらしいんだけど、今回はUP主でも使えそうなものを厳選して5つ紹介するよ。なるほど、それは結構楽しみかも。それじゃあまず1つ目はゲームで使える AI 機能、DLSS について。DLSS は AI 技術により FPS や画質が向上する機能で、大量のゲームでこの機能を有効にすることで使えるものです。映像処理の部分を AI が処理することで、映像の高画質化とフレームを生成して滑らかさを補うという技術が実現してるわけですね。どのゲームも対応してるってわけではないんだけど、グラボの負荷を下げつつ高パフォーマンスを出せるから、もし対応してるゲームを遊んでたら忘れずに有効にしといた方がいい機能だね。なるほど、さらに対応ゲームが増えてきたりするだろうし今後も注目の機能だな。さあそしたら次は、リアルな風景画像が生成できる、NVIDIA Canvas というソフトです。これは AI 機能でよく話題になる画像生成の技術かな。とりあえず公式サイトからベータ版をダウンロードすれば使えるようになるよ。あ、ベータ版なんだ。画像生成サービスはいろいろあって、テキストからイラストを生成したり、人物の写真を生成したり様々なんだけど、NVIDIA Canvas に関してはリアルな風景画像のみで、手書きで簡単に描いた線や形がリアルな画像で反映されます。リアルな風景画像だけってなると使用場面は結構限定されるかもしれないな。実際に使ってみると今まで使ったことがあるものとは違うとこもあって、すでにある要素を指定して画像を作ることができるんだよね。例えば空や雲、山、海、草原や砂浜という要素を指定して形を描くと、それに合わせて画像が更新されます。ああ、部分的にどんどん作っていけるから、細かいとこまで希望通りの風景が作れるって感じなのか。そう、ただあんまり変わった地形にしたりするとうまく生成されなかったりっていうのもあるんだけど、言葉で指示したりするよりかなり調整が効くんだよね。さらにスタイルとバリエーションを選択することで、全体の雰囲気を変えたりっていうこともできるみたいだね。好みの画像を出すのも少しコツがいりそうだけど、比較的簡単にリアルな風景を作れるのは何か使えそうだね。ちなみに正方形の形の画像のほか、3D 背景用のテクスチャ画像も同じように作れるからこれも人によっては結構使えるかもしれないね。続いては配信ソフトなどで使える AI 機能で、NVIDIA Broadcast というものになります。配信ソフトで使えそうな AI 機能って何があったっけ？これは音声のノイズ除去や、映像のノイズ除去、グリーンバックのように背景を切り抜いたりすることができるのに加え、人の目線をカメラに向ける補正をしたり、カメラを自動でズームして体の動きに合わせて追従したりできる機能もあるみたい。ほえー、そんなこともできるようになるのか。一応配信ソフトで使えるって言ってるけど、マイクやカメラの入力をこのソフトを通すことによって、いろんなところでも使えるんだよね。みんながよく使うようなところで言うと Discord や Zoom といったマイクやカメラを使う設定で、NVIDIA Broadcast を通した入力ソースを選ぶことで簡単に使用できる仕組みだね。ってなわけでこれも公式サイトからダウンロードして試してみたよ。マイクとスピーカーとカメラの設定がそれぞれあるけど、マイクとスピーカーはノイズ除去の機能を設定できるね。使ってみた感じ強度を調整すればかなり綺麗にノイズ除去を使うことができるようです。キーボードの音とかマウスのクリック音とかもほとんど聞こえなくなるんだよね。へぇ、ウプ主のキーボードとかマウスとかだいぶ音が入っちゃうからこれは結構使えるかもな。ただスピーカーとかは特に強度を強くしちゃうと、ノイズ除去特有の音声の途切れが目立つからそこは気をつけないとだけどね。それからカメラについては、カメラの入力を設定してエフェクトをつけると自動で処理してくれるよ。例えばこれは背景ぼかし、背景を自動でぼかしてくれるもので、これも強さを調整したりできます。
ビデオチャットツールとかではよくあるけど、背景の画像を変えたりってのもできるんだね。精度としてはめちゃくちゃ綺麗って感じではないけど、十分綺麗に背景が抜けてるよね。それは後ろの背景にもよるだろうしな。一応ディスコードで使うとどんな感じになるのかも試してみたよ。カメラの設定は、ブロードキャストのソースを選択しておく必要があります。今使ってるのはオートフレーミングというもので、さっきも言った顔を追従する機能だね。これが結構楽しくてめちゃくちゃカメラの前をうろうろしてたんだよね。まあそれはなんとなくわかるかも。拡大具合も調整できるし、実はエフェクトを組み合わせて使うこともできるんだよね。へえ、それも確かに面白そうだな。あとは AI にドッキリを仕掛けてやろうと思って反対側に回り込んだけど、さすがに見つかってしまいましたね。いや当たり前だろ。あとカメラ目線とかも使ってみた感じ、機能としては使えるのは確認したんだけど、ウプ主が顔を映すと YouTube の規約的にまずいので、そこはぜひ自分で使ってみてほしいとこだね。どんな規約だよ。続いては AI とのチャット機能が使える、チャット RCX。お、これはチャット GPT みたいな感じのやつ？そう、チャット GPT は使ったことがある人も多いからわかりやすいと思うんだけど、同じように質問をしたりすると AI が答えてくれるよ。違いとしてはこれはローカル環境で使えるということだね。パソコン上のファイルを読み込んで、そのファイル内容についての質問をすることも可能です。ローカル上で処理するからデータのプライバシーとセキュリティが確保できるわけだな。インターネット上には上げたくないデータの分析とか調べ物をするときに便利に使えるってわけだね。なるほど、こういうチャットツールは使うことも多いと思うけど、そこら辺使い分けれたら確かに良さそうだよな。一応この機能を使うためのシステム要件として、こんな感じで必要なスペックが書いてあるんだけど、推奨としては RTX4070 以上のようなので、グラボ次第では若干重かったりってのもあるかもね。あとはまだ日本語の精度はいまいちとのことで、それは今後改善予定のようです。ほえー、私日本語しか話せないからな。まあ正直そこら辺も踏まえて手軽に使えるようになるのはもうちょっと先だと思うけど、機能としては便利だから使える人はぜひ試してほしいってとこかな。てなわけで最後に、クリエイティブ系ソフトでの AI 機能について紹介するよ。ほう、クリエイティブソフト？ウプ主も動画編集や画像編集ソフトを日頃からよく使ってるわけなんだけど、そんなソフトたちでも GeForce RTX シリーズのグラボを使うことで使える機能がいろいろあるんだよ。公式サイトを見てみると、対応しているソフトの一覧が見えるんだけど、Adobe 系のソフトや 3D ソフト、動画編集ソフトなどで使えるみたいだね。ウプ主がよく使うようなソフトもいっぱいあるね。まあ何ができるかってのはソフトによって違うけど、例えば動画編集ソフトだと、AI の処理によるエンコーディングの高速化なんかもできるよ。なんかかっこよく言ってるけど動画の書き出しが早くなるってことね。そう、試しに今回は Adobe Premiere Pro で動画の書き出しをテストしていこうと思うよ。動画の表示の設定と書き出しの設定で、どちらも GPU によるハードウェアエンコードを選択することで高速な書き出しやプレビューが可能です。今回は10分ほどの動画をそのまま書き出しただけなんだけど、ハードウェアエンコードだと1分40秒ほどで、ソフトウェアエンコードの方は3分40秒ほどかかってしまいました。あんまり重くない動画でも明らかに書き出しの速度が違うよね。時間がかかるやつほどもっと差が出てくるだろうしな。その他にもエフェクトをつけると重くなったりするんだけど、GPU 対応のものだとスムーズに編集することが可能だったりっていう効果もあるみたいです。へえ、動画の書き出しとかめっちゃ時間がかかるイメージだから早くなるのはかなり嬉しいよな。もちろんプレミアプロ以外の編集ソフトでも、書き出しが早くなったり顔認識だったり解像度を上げたりなんかもあるからね。こう見れば日頃から使ってるソフトも知らずのうちに GPU の恩恵を受けてるものがたくさんあるんだろうな。ここら辺のソフトの機能もできることがどんどん増えていくだろうから、ぜひ使ってほしい機能だね。というわけで今回は GeForce RTX シリーズのグラボで使える機能をいろいろ紹介してきたよ。まあウプ主も知らないやつもいろいろあったわけだけど、こういうのは知ってて損はないからね。いつか役に立つかもしれんからな。他にも AI を使ったサービスが最近たくさん出てるから、たまに使ったりしてるけどかなり面白いんだよね。画像生成とかに限らず動画を生成したり、3D モデルを生成したり、音楽を作ってくれるものまであったっけ。今回紹介した AI 機能についてはまだベータ版だったり今後改善予定とかっていう部分もあったけど、AI 関連のサービスはかなり進歩が早いからそこら辺は期待しても良さそうかな。ゲーミング PC とか持ってる人はぜひ試してみてほしいよな。見てる人の中ではグラボといったらゲームをするために買う人も多いと思うんだけど、個人的には動画編集とかのクリエイティブソフトでも大活躍だから、いいグラボを使ってるとできること増えていいと思うんだよね。処理能力が低いと作業に支障が出るようなものばっかだしな。まあそれもグラボを選ぶ要素として重要だからぜひそこら辺も調べてみてほしいとこだね。
というわけで今回は GeForce RTX シリーズで使える AI 機能を紹介したよ。これから自作 PC 組む人はぜひ、概要欄にこれまでの自作 PC の動画や商品リンクの方を置いてますので参考にしてね。RTX AI PC 新しい未来を作り出す。